先週ニックスかネッツどっちの方がフリーエージェントのスターにとっては好ましいのかっていう動画を出したので、今回はリーグで2番目にでかいマーケット LA にある2つのチームを比較したいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。ニックスとネッツの動画でも言いましたが、最終的にはそれぞれの選手によるんですけど、今日は全体的に考えてレイカーズかクリッパーズどっちの方がこの夏フリーエージェントになるスター選手から見て好ましいのかについて話しますね。まずはクリッパーズからいきましょう。一般的に言われてるのはクリッパーズは LA だけではなく、今回のフリーエージェンシーでキャップスペースを持ってるチームの中ではダントツに好ましい。でこれにはいくつか理由があります。まずはネッツと同じようにシーズン始まる前はプレーオフに出れると予想してた人が少なかったのにもかかわらず余裕でプレーオフに出場したこと、シーズンの前半調子良かった時も、そしてトレードデッドラインでエースのトバイアス・ハリスを放出した時は特に当たり前のように、あ、今シーズンはもう捨てたんやなと思った人が多かったです。僕もその中の一人でした。しかし自分の役割をしっかりと果たせるベテラン軍団と IQ の高い若手が噛み合い、思いのほかまとまりのいいチームになり、プレープレーオフ1回戦では3連覇を狙ってる強豪のゴールデンステートウォリアーズ相手になんと2勝もしました。ゲーム2の点差で言ったら史上最多の31点差からの大逆転勝ちといい、ゲーム5のさすがにもう勝てへんやろっていうクローズアウトゲームでの粘り強い勝利といい、メンタルも能力も高いロールプレイヤーがたくさんいるクリッパーズはスターのフリーエージェントからしたら夢のようなチームです。はい、だからスターがいないのにこういうハッスルやガッツがあるチームやっていうことが、まずはクリッパーズが好ましいという一つ目の理由。二つ目はこういう選手を獲得して相性のいいチームを作ることができてる有能なフロント。いいチームっていうのは 99% の場合フロントがしっかりとしてます。まあ何でもそうですよね。組織とか会社でも上の人がしっかりとしてないと全体的にいい結果が出せない。だからほんまは上から順番に話した方がいいんですけど、ちょっとその前にジェリー・ウェスト NBA のロゴについて一言言わせてください。ウェストの今のクリッパーズでのポジションは一応コンサルタントなんですけど、彼が今まででフロントの人間として関わってるチームは大体強くなってます。これって偶然じゃないと思うんですね。3連覇を達成したシャックとコービー時代のレイカーズ、4年間で3回優勝した今のウォリアーズ、それぞれのダイナスティの初期にウェストはチームのフロントで活躍してました。こういう選手集めるぞとか、今はそうでもないけどこいつは絶対にドラフトした方がいいぞとか、そういう判断をしたのもウェストです。そして今回なかなか前に進めなかったロブシティ時代のクリッパーズを改善するために、当時はバッシングされたトレードをいくつかして今の好ましいポジションに至る。あ、だからあの時にああいうトレードをしたんやなっていうのが、僕みたいな凡人はやっと去年今年理解することができました。 GM のローレンス・フランクや大金持ちのオーナー、評判が良くてエネルギッシュな元マイクロソフトの社長スティーブ・ボルマーと共にコツコツとこの2年間チームを立て直してきたんですね。今期だけでも素晴らしいトレードをいくつかしてました。この夏契約が切れる予定でクリッパーズにはもう必要がないトバイアス・ハリス、ボーバン、マイク・スコットをトレードして、それを今回のプレーオフでも大活躍したランドリー・シャメットやドラフト指名権4本に変えた。詐欺ですね。しかもその同じトレードで獲得した、まあ失礼な言い方をするとおせんべいをズバッツというこれまたスタメンレベルの若手ビッグマンに変えた。下手したらこのトレードは今季で一番偏ってるトレードやったかもしれません。ちなみに英語ではそういうトレードとかでほとんど何も失わずにこの新しい選手を獲得できたっていう時に We got Zubats in return for peanuts、 あるいは potato chips、 それを日本風に変えておせんべい、あ、この場合マイク・ムスカラがおせんべいということです。クリッパーズにはすでにキープレイヤーとして活躍してる新人がもう一人、シェイ・ギルジュス・アレクサンダーもおって、バーゲンセル超お得の値段で獲得したもう大阪のおばちゃんやったらもう喜んでしゃあないっていうような、もううちのおかんやったら私フリースローラインからダンクできそうな気分やわーって喜びそうなぐらい、お得な、最強シックスマンルー・ウィリアムズや怪物のモントレス・ハレルもいます。そして唯一のでかいコントラクト、ダニロ・ガリナリは来年22ミリをもらう予定ですが、今季十分活躍したのでキープしてもいいし、最悪トレードできないような契約ではありません。コスパが良くてバランスが取れてるチームなので、クリッパーズはうまくいけばこの夏ビバリーやズバッツなどのキーメンバーを再契約するお金がある上に、なんと2人フリーエージェントスターを獲得できる可能性があります。恐ろしいですよね。あのウォリアーズを困らせたチームにさらに2人スターが加わったら、例えば KD とカワイ、
それが無理でもカワイとジミーとかって考えたら、まあワクワクしますよね。場合によってはガリナリの契約を放出しないといけなくなるかもしれませんが、さっきも言ったように今季彼は活躍したから全然放出できる契約なので、有能なフロントがなんとかそれは解決するでしょう。そしてこの先も例えば2人のスターをサインして、今度はルーとハレルの契約が切れて再契約したいっていう時も、まあおばちゃんやったらまずは値切るでしょうけど、現実的には金銭面ではかなり高くなってしまいます。しかしクリッパーズファンの皆さん、ご心配なく、スティーブ・ボルマーはラグジュアリータックスも払えるような大金持ちなオーナーですし、チームが優勝候補で入れるなら彼の性格を考えると喜んで払うでしょう。だから心配しなくても、これからもずっとね強いチームで入れるっていうことです。でフロントと選手の間にはもちろん有能なコーチングスタッフ、特にヘッドコーチのドック・リバーズは優勝経験もあり、 NBA のコミュニティでは非常にリスペクトされてる方です。現 NBA ではトップ5に入る監督なんじゃないでしょうか。なので彼の下でプレーしたいと思ってるスターはたくさんいると思います。最後の理由はレイカーズと同じように LA ででかいマーケット、天気もいつもいい、有名人がたくさんおって、エネルギーのある街やのに、レイカーズではあるプレッシャーとドラマがないということ。フロント、監督、選手どのレベルでもまとまってて、優勝という一つの目標に向かってるクリッパーズはスターフリーエージェントからしたら見逃せないフランチャイズですね。そんな今季完璧に見えるクリッパーズでも一応短所はあります。まずは歴史とかネームバリュー、レイカーズはセルティックスの次に高い16回優勝経験がありますが、クリッパーズは優勝どころかこの49年間でフランチャイズで一度もカンファレンスファイナルにも出場したことがありません。リーグのラッフィングスタック、もう笑われてもしょうがないような時期が何十年も続きました。今でもレイカーズがめっちゃ弱くてクリッパーズが勝ってても、 LA はレイカーズの街やし、話題になるのはレイカーズです。今季勝てクリッパーズはプレーオフでは好感度の高いチームになり話題にもなってましたが、レギュラーシーズン中はほとんどレブロンとレイカーズがどれだけ不調かっていうことばっかりだったじゃないですか。弱いの分かったからって言いたくなるぐらいしつこかったですよね。要するにクリッパーズはどんなに頑張ってもいつまで経ってもレイカーズの弟的な存在なんです。よってブランドを広めたい選手にとってはクリッパーズに移籍することは若干不利かもしれないっていうことが一つ目の欠点です。二つ目はネッツと同じように今季このチームがまとまってた理由っていうのはエゴが少なくてバランスが取れてたから。でもそれにスターを一人か二人ボーンって放り込んだら、今季のような好感度の高いチームとは全く違うチームになってしまいます。そこら辺の相性というかケミストリーのリスクは多少ありますね。実際今年もエースのトバイアス・ハリスがおった時よりも放出されてからの方がチームの成績は良くなったわけですし、そして最後にスターからしたら少しんって思うのはブレイク・グリフィンの扱い方。2017年の夏にクリッパーズはブレイクと再契約、5年マックス契約をしました。 You're a clipper for life とまで言うて、もう I love you I want you I need youまあそれは言うてないけど、結構それぐらい大層なセレブレーションもしたんですね。詳しくはこの動画で説明したので、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。ところがまるでそんなことがなかったかのように、6ヶ月後にクリッパーズはブレイクをトレードしました。毎年ビリ争いで目立ってたクリッパーズをプレイオフが当たり前へというようなチームに変えてくれたフランチャイズプレイヤーのブレイク・グリフィンをそんな扱い方するなら、まあフリーエージェントからしたら俺もいずれそういう風にされるんちゃうかという心配はあるような気がします。まあでも NBA ではスターを裏切ったりすることはもうビジネスなんでしょうがないし、どこでもあることなんで、全体的に考えるとクリッパーズをフリーエージェントのデスティネーションとして上回るチームはいないんじゃないかなと思います。じゃあレイカーズはどういう状況なのか。長所といえばまずはもちろんレブロン・ジェームズ。レイカーズはプレーオフに出損なったとはいえ、レブロンが怪我をするまでは4位やったし、健康なレブロンはまだ現役最高選手かもしれません。調子悪いシーズンでこの化け物スタッツですからね。彼がいるだけでどんなチームでも優勝候補というふうに見られるので、スターのフリーエージェントやったらクリッパーズの時とは違って自分一人が加わるだけで、まあレブロンがすでに
にいるわけやから即優勝候補になれるというメリットはあります。2つ目の長所はなんやかんや言うてクリッパーズよりも若手選手が強い。クズキチ、ロンゾー、インちゃん、健康でいれることを願ってます、ジョシュノスケなどなど、スターポテンシャル、スターになれる素質を持ってる選手が多いです。おまけにレイカーズはプレーオフに出れなかったのでロッタリーピックは保証されてて、奇跡的にうまくいったらザイオン、もしくはトップ5ピックが引けるかもしれません。可能性は低いですけどね。ちなみにクリッパーズは逆にプレーオフに出場したので今シーズンの1巡目指名権はセルティックスに送られてしまいました。もしレイカーズが運よく高い指名権を引ければそれを使ってアンソニー・デイビスを獲得するために放出することかてできます。そうなったら若手も一緒に放出されてしまうでしょうけど、レブロンと AD とビッグ3を組みたいと思うスターは出てきてもおかしくないですよね。どれだけ現実的かは置いといて、トレードがなくても AD はレイカーズに行きたい雰囲気を出してたので、来年2020年の夏にフリーエージェントとしてレイカーズと契約するのを期待して、この夏フリーエージェントのスターがレイカーズに行くというパターンもありえなくはないです。はい。で、一つねマイナーな理由かもしれませんが、今季レイカーズが弱かったことは長い目で見ると良かったことかもしれません。例えば今季ウェスタンカンファレンスファイナルまで行ってたとしましょう。この夏レイカーズにスターがやってきたら来季は決勝以下の結果は許されませんよね。だからプレッシャー面では少しマシになったと思います。そして最後の長所といえば、クリッパーズの説明でも言いましたが、レイカーズのブランド Purple and Gold Once a Laker Always a Laker、 スターパワーと優勝トロフィーで満ち溢れてる歴史、ずっと NBA を見てる人からすればレイカーズって言うたら勝つために存在してるフランチャイズです。先週の動画でも言いましたが、レイカーズとニックスが活躍してる時、強い時が一番 NBA が盛り上がるので、次世代のレイカーズダイナスティをレブロンと共に、そしてレブロンの電池が切れてからも引っ張っていきたいと思って契約するスターが出てくるかもしれません。はい。欠点に入りますと、まずはもちろんレブロン・ジェームズ、人間じゃないとはいえ一応ね機械も寿命はありますし、ましては今季結構長い間休まないといけないような怪我をしてしまった、あと何年エリートな選手として活躍できるのかわからないのは、まだ20代後半のスターからしたらまあちょっと抵抗があるかもしれません。それやったら同い年ぐらいのスターと組んで、これからもっと先までずっと一緒に活躍していく方が好ましいと考えるスターは多いような気がします。で、レブロンは間違いなくこの時代の最強選手ですが、チームメイトとしてはいろんな意味でプレーしやすい選手ではないっていうのは NBA ファンならご存知ですよね。まずはレブロンがナンバーワン選手なんで、チームがうまくやるためにはプレースタイルを調整しないといけないのは他の選手たちです。そしてうまくいったらレブロンさすがやなとなりますが、チームが調子悪くなった時はあのもう一人のスターがなっていう風になるのはもう目に見えてます。今までも基本的にそうでしたから。だからレブロンとプレーするスター選手の役割は決して簡単なことではありません。二つ目の欠点は大きくまとめると方向性が全くない、現在のレイカーズは非常に不安定な状況やということです。バスケットボールオペレーションズの社長マジック・ジョンソンがチーム内の誰にも知らせずに辞めたことから、同じ時期に雇われた GM のロブ・ペリンカも一緒に辞めるのかなっていう雰囲気やったのに結局なんか残ることになったことまで、それでなくてもレブロンがいることで余計なマスコミが常にいるチームなのに、その上フロントがこういうめちゃくちゃな状態、はっきり言って今のレイカーズはニックスよりも不安定な状況です。ドーランがオーナーであるチームよりもややこしいチームはなかなかいないですよ。この何年間でも何がしたいのっていうトレードやフリーエージェントサイニングが多かったですし、例えばモズゴブやルオールデングにとんでもない金額の契約をあげたり、そのせいでスターポテンシャルのあったディールをトレードしないといけなくなった、手放したジュリアス・ランドルも今季はペリカンズでかなり活躍しましたし、レブロンシステムでは完璧やったはずのブルック・ロペスを再契約せずにジャベル・マギーをサインした、何年か前にルー・ウィリアムズや今季はズバッツをトレードして帰ってきたのは亀田の柿の種、トレードデッドラインで勝ってペリカンズにAD をトレードさせるようにプレッシャーをかけて、まあ、悪い言い方すればプレッシャーどころかいじめてましたよね。それでレイカーズの評判も悪くなり、ペリカンズは余計 AD をレイカーズにトレードしたくなくなった。そしてレイカーズの若手も傷つき、チームの相性はもっと悪くなった。しまいにはむちゃくちゃなチームを誰かのせいにしないといけないからルーク・ウォルトンが濡れ衣を着せられた。実際ウォルトンはこのチームには合ってなかったかもしれませんが、監督としては悪くないと思います。その証拠にクビになった
後にキングスと契約をしましたから。だから結局何から何までレブロンを獲得したこと以外はあまりポジティブなことはここ数年できてないんです。俺たちはレイカーズやこんなすごいフランチャイズやねんからフリーエージェントもきっと来るはずやって構えてるようにしか見えないんです。ポール・ジョージかてずっとレイカーズに行きたい行きたいって言うてましたけど、彼でさえも OKC に残ったわけですし、レイカーズはレイカーズが思ってるほどフリーエージェントにとって好ましいところではないっていうのが今の現実やと思います。マジックがいなくなったことで良くなるかもしれませんが、様子を見ないとちょっとそれは分かりません。まとめますと、クリッパーズの方がプレッシャーは少ない、フロントもチームも全体的にしっかりとしている。それに対してレイカーズはフロントはガタガタやし、この6年間プレーオフにも出れてない。しかし歴史とビッグネームがあることは否定できないので、ブランドの力とレブロンを使ってフリーエージェントをおびき寄せることができるのか、それがテーマです。僕がもしフリーエージェントのスターやったら、まずはクリッパーズとミーティングしますね。もちろんブランドの大きさは大切ですし、勝ち出したらレイカーズに移籍するメリットの方がでかいですけど、下手に今の不安定な状況のレイカーズに行ったら過去の優勝チームには比べられるわ、レブロンについてくるマスコミにもいろいろ言われるわで、ブランドどころじゃない結果で終わってしまうリスクがさすがに大きすぎます。それやったらスタート地点が少し遅れても地道にクリッパーズというブランドを広めて、このチームを代表しても恥ずかしくないような選手とチームを目指す方が慎重でいいんじゃないかというのが個人的な意見です。皆さんはどう思いますか？あとクリッパーズの方がいいと言うても、スターフリーエージェントが全員クリッパーズに行くわけにいかないので、レイカーズと契約をしてもいいんじゃないかというスターはいますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。